皆さんこんにちは、カルピスピです。おいです、ポークマンです。せーの、ピスピース。なんだ先生、久しぶりだぞ。今日も元気です。先生、久しぶりだ。ポークマンさん、久しぶりでございます。久しぶりでございます。まあちょっと普通に学校関係でね、はい、ちょっと忙しくて出れてなかったんですけど、久々に撮影来れるってことでね、すごい、まあ、ツルツル TV グループあるんですけど、個人的にこの日行けるようになったって LINE 来たじゃないですか。みんな来ること知らないし、やるしかないと思って今日はこんな説を持ってきました。コラボの席に人がいるのが一番怖い説。そういう意味でダウンタウンでやってた説なんですけど、ターゲットがいるじゃないですか。何も警戒してない状態で後部座席から抜きって、いや怖いよ。今からメンバーの一人一人呼んでですね、後部座席に隠れてもらってニョキッと顔を出す感じで、というわけで早速メンバーに仕掛けていきたいと思います。レッツピースピース。一回練習してみる。あー、いいじゃん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 、いい。お願いします。今からとんでもないことが起こります。何、はい、題して車でパリ合い。忘れ物したねこれ。何、ちょっと取りに行っていい。いいよ。ちごめん、忘れ物した。ちょっと待って、すぐ持ってくる。オッケー。やっちまった。え、え、ちょっと待って、どういうことどういうことこれ。気づかれました。というわけで今回の説、後部座席に人がいたら怖いドッキリ。いやいや怖かったよ普通に。さあやってまいりました、つぶこの部屋。車でパーリナイ、パーリナイ。待って、一瞬待ってよ。また忘れもしました。おい、ちょっと待ってて、ごめん。あ、めんどくさい。やばくない？車でパーリーない？トゥ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 シティスキャンド。あー遅くないか。回線も気づいてる。怖くてたまらんかったよ。というわけで後部座席に人がいたら一番怖いドッキリよ。どうなったの。俺さ、サイドミラーあるでしょ、横のこれ見た時に、なんか人の顔が、そう、でもよく見たらフォークマンだよね。どう、そのどこ対処すればいいと思う。次リングちゃん最後なんだけど、結局さ、俺ら待たしてる、その待たしてる時にやることがないわけ。あ、なるほど。例えば話してた方がいいんじゃない。すると、お前が話してる間に。なるほど、じゃあ最後は大きい声で喋っといてっていうことで、いずれバレるから。だからこっち引いといて、こっちはもうガンガン攻めると。おー、じゃあそれで。さあ、やってまいりました。第1回、車でパーリーナーイ。なんだその企画。さらにで、パーリーパーリーでございます。え、その前に、何個かインタビューしたいんで。誕生日は11月2日。11月は英語でセプテンバー。いや多分ノーデンバー。あれ、あの、好きな女優とかいます？浜辺美波。浜辺美波。はい。え、最近どう、彼女とは？めちゃくちゃいい調子。楽しかった出来事じゃないの？カラオケ行って。カラオケ行って、でまあ普通にブラブラ食べ歩きみたいなね。ほう。じゃ好きなアイス、パルムだね。パルム、パルムどうやって食べる？この外のパリパリだけ酒食うしてるじゃん。あ、めっちゃそれ気持ち悪っ。ちょっと待って待って、何、怖い怖い怖い。後部座席に人がいるが一番怖い説。一番怖いよ。久々に会ってどうですか。彼女いる組ですけど、ツルツル TV の何ヶ月か。まだもう8ヶ月。やばー。でまだ1ヶ月でしょ。1ヶ月。でもやっぱうわーみたいなの撮っときたいから、ちょっと一回ちょっと入ってきて。いやどうですか YouTube。 YouTube そうね、楽しい楽しいけどやっぱ難しいことも多いですね。だからすごい YouTube。 うわー、うわっ、うわっ、